どうも、影アンです。今日はですね、えー、なんとなく見てしまう、えー、テレビ番組まあドキュメンタリー番組ですねを3つお伝えしたいなとお伝えしたいというか、えー、僕がこの3つを今まあまあなんとなく見てしまうなっていうのがあります。 えー、その前にですね僕ちょっとこう右足のね、えー、薬指がねちょっとすごく痛くてですねこう針で刺したようなこう痛みがこう、えー、出てるんでこれはもしかして日々行ってるかなと思ってですねでちょっと今日病今日というか病院にちょっと行ってきたんですよ外科にね、えー、行ってきて、えー、レントゲンを取ってもらったんですけども、えー、大丈夫でした、えー、日々は行ってない確かにねその日々行く理由がないんでねその 心当たたりがななないんんんで、ででかなと思ってたんですよね。その痛み。今も痛いんですけどもえー、っとですねその走るジョギングをした次の日ぐらいから痛くなってるんで何かそれが関係あるんでしょうけどもそのあまり冷やされてっていうのと靴のね靴のそのあれジョギングの履いてる靴がですねちょっとこう。 寄せられるというかこうしっかりとこううーん開いた状態で履けて履けていないこう靴になってるんかなとそれによって痛みが出ることもありますっていうこととあと血液まあ冷えたことによって血流がかなり悪くなることになって痛みが出てることもあるっていうことでしたね。うん、でまああの それとね、第一関節僕のその薬指小指とかの第一関節がまあないということ普通の人は第一関節があるらしいんですけど僕のはもうひっついちゃってるんですねだから第一関節自体はもうない状態になってるとでそのことと痛みは関係ないということやったんでまあまあしょうがないですねほんで痛い動きはやめていって痛くない動きはもう普通にしてもらったらいいということやったんでその ちょっとね、だからそのどうしようかなと思ってその痛みが今ちょっとあるんですけどもその空手であるとかね、えー、ジョギングであるとかこの辺をこうどうしていこうかなと1週間ぐらいは安静にしといてですねその次からこう動き出していくかでこれに対して何をしたらいいかっていうのがちょっとよく 僕の中で分かってないですけども、まあ、血液の流れがこう冷えたことによって悪くなって痛みが出てるんであればですね、えー、薬指をこう揉んでやる。 ここで血液の流れを良くする形あと関節を動かしてやったりして、えーあのー、血流を良くしてこう、えー、血液をね良くしてその酸素であったり栄養素をこう流れやすくする毛細血管まで流れやすくする、えー、状態を作っていけばいいかなというふうに考えております。でこういう痛みが出てるいのはなんか体からのサインだと思うんでですね、えー、その辺ちょっと考えたいんですけどちょっと苦痛 ちょっと買えななあかかんのとととちちょょっと思っっ思たりしてますちょっとね安めの靴を買っちゃった30003000 3000かそれぐらいの靴やったんでその辺がちょっと、うん、だ今まで買ってた靴と違う靴を買ったので、えー、その辺がちょっとそれでずっとまあでも去年からずっと走り続けて今は急に痛くなってるんでやっぱ靴のせいではないのかなそれか積み重な でずっといて今痛みが出ているということなのかなと思うんで一つ靴を変えるというのも一つの手かなという風に考えたりもしていますまあ、ちょっとねもうちょっといいかいい靴をね買わなあかんかなと思ったりはしてますということで今日の、えー、なんとなく見てしまうねドキ,ドキュメンタリーっていうかそのそうですねドキュメンタリー番組ですねで一つがセブンルールですね。 この『セブンルール』は女性頑張ってる女性をこうに密着したこう番組なんですけども30分の番組で火曜日の夜やってるんですけどもこれはなかなか面白いですねこれが僕一番面白いですね今日3つあげますけどもえ一番こう見ていて面白いしそのえ考え方『セブンルール』その人が持ってる7つのねえ考え方をこうどん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 こう言っていかはるんですねそれそのこだわりだったらいろいろなんですけども。 でセブンルールーを見てですね前のセブンルールを見てですね、えー、ガーナチョコレートを僕が買いましたガーナのそそのなんかそう試作品を作ってはるようなところ場面が映っててああなガーナ買おうと思って昨日食べましたけどもね、えー、まあ普通にうまいなというふうに思ってます別に全然高くないですよね100円ぐらいで売ってるんですけどもガーナチョコレートのそういう。 とかあとね本屋さんのこう特集のやつとか結構僕面白くて、えー、見てましたねその本屋さんをこうの本を買ってもらうためにいろいろこうされてるところとかねそういうの見て面白いなぁと思って「セブンルール今かなりこう自分の中で面白い番組やなぁと思って見てますでもう一つがまあ「えー、緑面と72時間」えー、NHK の番組で、ね ドキュメント72時間でその一つの場所をずーっとカメラを回してですね72時間回してそのポイントポイントをこう流してるほんでそこに来たお客さんとかにインタビューしたりとかですね店の人にインタビューして、えー、番組がこう流れていくっていうやつなんでこれもねなんとなくこうずーっと見てしまう番組なんかうんかん,なんかこう自然な人のその まあインタビューがこう自然な感じでこう喋ってるところなんかこう気取ってたりなんやかんやっていうかっつけたりとかじゃなくてこう自然な流れがこうテレビに流されてる感じでね非常にこう見ててこうなんか落ち着くというか安心するというかそういうようなこう番組それでいて何か面白かったりしますねあ,あこういうところはこうなんやというのがこう面白いなと。 いうところですねで、えー、もう一つが情熱大陸ですねこれはね最近ね情熱大陸は以前ほどむちゃくちゃ面白く見てるっていう感じでもないんですまあでもうーんそのその時その時にねこう流行りのというか、えー、にこうフォーカスしたようなこう人を にに密着した番組になってます情熱大陸はみんな知ってると思うんですけどもそれなりに面白いかなというふうに思いますまあ一番やっぱ僕の中ではセブンルールですね今ねセブンルールおもろいなということですねセブンルールはまあ女性ばっかりなんですけどもまあ面白いあのセブンルールは面白いなというふうに思っておりますということで今日はなんとなく見てしまうドキュメンタリー番組ですねについてお話しさせていただきましたでは今日も。 ヨッシャーでいきましょう。どうもありがとうございます。